はい、どうも闇です。今日はですね、第4回、闇キューブ実力認定会の募集を、ついに始めたいと思います。まあやり方とかについては後でも、説明するんですけども、まあ大体いつもと同じなんですけども、今回は、フィンガータイマーはなしで CS タイマーのみで、考えてます。はい、フィンガータイマーはね、スクランブルが出ていいんですけども、これが出ないんで、スクランブルのちょっと確認がやりづらいっていうのがありまして、今回からは、CS タイマーのみとさせていただきます。はい、で、開始する際に、絶対にここのスクランブルを、移していただいて、さらに絶対に更新すると、はい、ここの次とかそういうのを使わずに、ここの更新を使ってやっていただくと。で、ここからやってもらう。はい、この最初の更新が、動画に映ってないと、その方は、不正を働いたということで判断させてもらって、NG で出れないということになってしまうので、そこだけご了承くださいませ。で、あとは締め切りとかについてですね、はい、締め切りは、今月の11月の末ですね、11月30日の、23時59分、まあ、つまり12月になる前までということですね。はい、ということで締め切りは11月末ですね。で、動画の、送っていただく方法なんですけども、いつもみたいにデータ便とか、まあそれに似たような感じの、ギガファイル便とか、まあその辺のやつ何でもいいので送っていただけたら、大丈夫です。はい、まあ、自分が出場する際のニックネームを、書いて、さらに、自分のメールアドレスも書いておいてください。たまにギガファイル便とかだと、皆さんのメールアドレスが分からずに、何かあった時に、ちょっとここが映ってませんでしたとか、なんかそういうことを、伝えたいなと思った時に、伝えれずにそのまま出場できないみたいなことになってしまうことが結構あったので、皆さんのメールアドレスとニックネームは、絶対に載せておいてください。はい、で、あとなんですけども、今回も、何か一言言ってもらおうと思って、まあ何か一言か、自分の特技とか何かそういうのを、言ってもらって、でそういう部分をやってもらうと、はい、そういった感じでやっていこうかなと思っております。はい、何か一言とか自分の特技とかがない場合も、一応今回はね、あまり面白くないということで、NG とさせていただきます。はい、で今回からは A ランク以上の方はもう全員紹介させていただこうかなと思ってます。はい、皆様にはご紹介しきれてない素晴らしい方たちがね、本当はもっといるんですよ。いるので A ランク以上の方は全員紹介させていただこうかなと思います。はい、でいつもの通り AO5 の一番早かったタイムだけ、紹介していく感じになるんですけども、まあこの辺に1回目から5回目までの AO5 のタイムを出しておきますので、 AO5 の具合も分かるように、しておきますので、よろしくお願いいたします。前回までね、参加されてなかった方もどんどん参加していただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。皆さんでどんどん楽しんでキューブをやっていきましょう。もう最近とかめちゃくちゃ早くなってきてる方たちとかすごいいるので、すごく面白くなるんじゃないかなと思ってます。はい、じゃあ一度ね、ソルブというかやってみますので、そちらの方に行ってみましょう。はい、それでは今回のやり方を説明いたします。まあ毎回同じなんですけども、今回は CS タイマーのみとさせていただきます。はい、前はフィンガータイマーも、やってたんですけども、あれだとちょっとスクランブルがね、合ってるかどうか確認するのがちょっと確かめにくいっていうのがありまして、それで今回は CS タイマーのみとさせていただきます。ここのスクランブルなんですけども、初めに出てるこれをやらずに、一回こうやって更新してください、いつもみたいに。はい、それかもしくは、ずっとねソルブやってて、まあ、50回ぐらいとかソルブ連続でやったりとかして、その中の使いたい AO5 があると、その AO5 の1回前のソルブ、そこから移してもらってたら、それでも OK です。はい、つまり、メインで使いたい AO5 の1回前のソルブが、例えば今こうやってやってるとして、こうやってやってって、それを止める瞬間がこうやって移ってたら、それは更新されたのと同じことになるので、それでも OK だと、っていう風な感じで今回はねやっていきたいと思います。はい、あとここのスクランブルのこの展開図というか、これも出しておいてください。このスクランブルが映ってることと、これが映ってることと、はい、じゃないと確認しにくいのでね。はい、ということで、そんな感じでノーカットでお願いいたします。もしどこかでカットとか入ってたりとかしたら、その方は不正をしたということで判断させていただくので、出れないということになってしまうので、そこだけご注意くださいませ。それでは、試しにやっていきたいと思います。とりあえず更新して試しにやってみたいと思います。スクランブル合ってます。
で一回置いてもらって、でスタートです。スクランブル合ってます。おお、飛んだ。スクランブルとかね、間違ってたりとかしてもやり直してもらって、もう一回やってもらったら大丈夫なので、キューブ飛んできたのよ。スクランブル合ってます。ん、あ、ちょっと待って、合ってないわ、これ合ってない、うん、間違ってる。こういう時に、やり直してもらって大丈夫なので、普通にこうやって作っていってもらって、はい、こんな感じで一回作ってもらって、でもう一回やってもらうと、はい、今度は合ってますね。合ってる。あと2回か。まあ、こんな感じで頑張ってやっていただいて、これが気に入らない場合はもう続けてやると、はい、で続けてやってもらった後に、使いたい栄養配分の部分ですね、それの1回前のソルブも移してもらったらそれでも OK なので、頑張ってやってみてください、はい。